79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Tuesday. Tuesday.皆さんこんばんは。本日火曜日のハロードライブハロドラは愛犬ピースちゃんのピンククレス夏焼きみやびと、動物園のペンギンピンククレスの小林ひかると、キリンな椿ファクトリー尾形理沙の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます、はい、さて今日の自己紹介はですね、はい、私尾形理沙の、はい、お題でして、動物と会話できる能力があるとしたら何と会話したい、うん、はい、っていうものでした。お題でしたね、うん、はい、まるちゃんは何だっけ。私はキリンです。キリン、キリンは首が長いじゃないですか、はい、多分あんなにこう背が高い動物って他にいないので、きっとキリン同士でしか会話できなくて寂しいだろうなと思って。まあね、だからもう首が長すぎて絶対重いじゃん、肩にさ、うん、絶対、うん、肩凝ってそう、肩凝ってそうだよね。肩があるかもよくわかりなくないですか。あ、まあ、確かに、うん、でもさ、どこに首があるから肩は絶対あるじゃん。ちょっと反ってるんじゃない、横にこう反ってるんだよね。そうですね、多分相当痛いと思うよ。肩凝ってるってマッサージしてあげたい、肩凝ってるこれは私はペンギン、動物園のペンギンにしたんですけど、でもみやちゃんの聞いて、あ、愛犬と一番喋りたいやってちょっと後悔しました。後悔した。いやでも愛犬、そう、みやは愛犬を選んだんだけど、はい、やっぱり普段からずっと一緒にいるけど、こっちは普通にバーって喋るけどさ、はい、向こうも多分もうなんて言ってるか分かんないと思う実際、こう音とかこうなんて響きとかで多分向こうも、あ、そうですよね、なんか反応してくれてると思うけど、実際はどう思ってんのかなと思って、あ、気になる。そう、なんか怒ってる時とか、え、なんで怒ったんだろう、何が嫌だったんだろうとか、そんなに嬉しいみたいな。尻尾めっちゃ振るやん、何こんなに嬉しいのみたいな。かわいい、かわいい。だからなんかそういう気持ちを普通に知りたいし、話してみたいなって、気になりますよね。気になるね、まあ普通に本当愛犬じゃなくてもどの動物も気になる、気になる。動物園にいてさ、全然前に来ない動物がいるじゃん。どういうつもりでまたそこにいるのみたいな。なんか会話できたら面白いですね。全然面白い、何その表情とか、どういう気持ちでその表情してるのって聞きたいもんね。面白い、はい、ということで火曜日はこのメンバーでお送りしていくので最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、普通の係。このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。はい、ラジオネームひでこんさんからです、はい、火曜ハロドラのメンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。僕は神社巡りをするのが大好きで、全国各地の御朱印を集めています。尾形理沙ちゃんも御朱印を集めていたと思いますが、ピンクのお二人は何か集めているものってありますか。御朱印、まるちゃんそうだ、集めてたよね。御朱印集めてて、最近もまた新しく御朱印が増えて、おお、続いてるんだ。そうなんです、一冊完成しそう。すごい、めちゃくちゃ回ってるんだね。そうです、でもいつも持ち歩くの忘れちゃって、御朱印ってあの本渡すと書いてもらえるんですけど、うんうんうん、いつも私持ってなくて、紙でお願いできますかって言って家に帰って後でノリで貼るっていうのが多いので、なんかちょっとそれ嫌だなと思って、なんかちゃんとじゃあ日々持ち歩いてね。はい、持ち歩きたいなと思ってます。集めてるものある光る。でもなんかでも最近そんななんですけど、イヤリング一時期集めてて、イメージある。結構個性的なやつから、まあ、シンプルに使えるやつとかも、結構いろんなの見て回って、私ピアス開いてないので、なんかこうイヤリングで可愛いのあったら絶対買っちゃうみたいな時期があったので、ね、結構溜まってはいるんですけど、何かを集める時期ってあるよね。ありますよね、ハマってる時期が。なんか私も中学生ぐらいの時に、あのマイリトルポニーっていうアメリカのこう馬の髪の毛、この髪の毛っていうのがすごいカラフルなお人形があって、めちゃくちゃ好きで、マジで何百個レベルで持ってた。すごい。グッズをってことですか。グッズをで、しかもそれをこう言ってたから、ファンの人もプレゼントしてくれたりするわけ、お誕生日とかさ。だからもうどんどん増えてって、もうやばかった部屋が。すごい、めっちゃ可愛い。
なんかちっちゃい時もさバービー人形が好きで、うん、あマジ何体いるのみたいな時とかあったし、でも大体大人になってそれ見ると大体髪がボッサボサで蚊が待ってるみたいなもなんかあるし、最近だからこう大人になっていくにつれて意外と減ってく、うん、そうですね、うん、確かに。だから御朱印集めすごいなって思います。すごい。なんかでもそういうのも持ってるっていいよね、うん、いいですよね、うん、なんかミアはもう最近服とか、うーん、もう雑誌もでも買ったら捨てちゃったりするしな。結構かさばりますもんね、うん、それこそ中学生の時とか雑誌の切り抜き、あー、やってましたなんかファイルとかにこう入れ込んだりとか、自分でこう好きなモデル切り取ってこうなんかノートとかにこう貼ってとか、やった、めっちゃめんどくさいんですよ。やってました、ね、で私今も多分あります。そう、でも多分ミヤちゃんが出てた雑誌とかの切り抜きをまだ撮ってあるんですよ、うん、すごーめっちゃ見たいそれ。じゃあ今度持ってきますね。そう、みんなでハロドラチーム。やっぱやるよね、女子だよね、そういうの。あるね。面白い。面白いですね。うん。はい。ということで続いてはこちらです。ラジオネーム59さんからです。はい。ハロドラ火曜メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。6月12日の火曜ハロドラを途中で聞いていたら、うん、おみやさんがまさかの引退発表をしていました。涙。え？そうなんですか？あれだよね。セリフ言った時だよね。私も引退しましたね。そう。まるちゃんも引退したから。みんな引退した。みんな引退しました。一回引退した。え、二編もですか？うん、二編も。え、私だけ取り残されるんですか？え、何それ。そんな回がありました。ありました、ありました、はいはい、じゃあ続きます、うん、ピンクメンバーの SNS はファッション中心で音楽の話題はさほどないし、ひかりえちゃん2人だけのファン夢があったり、おまけにおみやさんはファッションコーディネーターを目指すみたいだし、6月27日を楽しみにしてるのに、もしかしてセカンドアルバムがラストアルバムなんてことはないですよね。ピンククレスはこれからどこを目指していくのですか。おみやさんのファッションブランドのことも含めて、うんうん、ピンクのメンバーのピンククレスへの思いを改めて聞いてみたくなりました。なるほど。そうね、まあ、タイミングがね、やっぱ聞いてたタイミング、その引退発表してましたっていうタイミングを聞いちゃったのもあるんだろうけども、そんなことはまあないですし、うん、まあ、あのなるべく入れるまで事務所に居座るつもりですから、いつも安心していただいて大丈夫かなと思いますし、ピンククレスもね、まだいろいろやりたいこといっぱいあるしね。そうですよ、うん、まだセカンドアルバムラストアルバムになることはないですね。ないです。ちゃんとセカンドアルバムの時はもっともっとこう気持ちを込めて作っていくんで、これからですか。軽く発表しないですから。これからですよ。ピンククレスまだスタートしたばかりですからね、うん、はい、まだ続きますけど、うんうん、でもやっぱりなんかグループをやりながらも、はい、それぞれのね、お仕事もやっぱしていかないとダメですから、うん、今の時代、ね、だから、まあ、個人個人そうファッションだったり、うん、ヒカルもね雑誌の取材とか撮影とかね、ちょこちょこやったりとかしてるし、ニヘ、ねはい、ちゃんもあのアプリのね方で YouTube 上げたりとか、そうですね、ミックスチャンネル配信したりとか、したりとかやってるので、はい、まあ、個性豊かなわけですよね、はい、ピンククレスって、うんうん、だからそれぞれのファンをいっぱいつけて、うん、いろんな方向にこう転がっていけば、いろんなね、お仕事も増えていくから、そうですね、そう、そういうのを目指してるわけですね、うん、私たちは、うん、3人まとまってまたピンククレスとしてはまたこう、そうそうそう、いっぱいこう新しいこと挑戦していきたいですし、うん、それぞれがやっぱりこうやっていろんなことやってって、うん、でまだツアーもありますし、そうなの、決まってますから、うん、だからなんかミヤがそのファッションのことをやり始めたっていうのも、はい、別にピンククレスをほったらかしにしてるわけじゃなくて、うん、それを生かしてライブをしたりとか、うん、だからピンククレスはその衣装とかも自分でデザインっていうかね、うん、決めたりとか、うん、そういうのもしてるし、うん、もう全てピンククレスにつながるためにやってることですから、うん、そうです、そう、なんかそこを勘違いしないでいただいて、はい、私たちも勘違いしていないので。ぜひ、はい、大丈夫ですよ。まるちゃんはさ、今ハロープロジェクトに行って、はい、椿ファクトリーとしてね、はい、グループ活動してるけど、なんか一人でやってみたいこととかさ、一人でやってみたいこと、うんうん、ある？私はそうですね、なんだろうな、私あの本当に写真最近撮るの好きなので、うん、自分が出てるのじゃなくて、うん、自分の撮った写真 の写真集が作りたい。なんか前ピンククレスさ、下北で写真展とかやったの、はい、でそれはまあ自分たちが撮ってもらった写真なんだけど、うん、それこそまるちゃんの写真展とか開いたら、あ、見たいです、めっちゃ、ね、めっちゃ嬉しいと思う、うん、写真ちょっともうちょっと頑張ってみたいなって今思ってるので、うん、行きたいよね、行きたいですね、やってみたいです、楽しそう、絶対やった方がいい、うん、お願いします。
ぜひ絶対事務所の人も聞いてるからね、お願いします。いろいろ言った方がいいよ。お願いします。でも本当なんかいろ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 チャレンジしたい、なんかこうミヤもずっとハロープロジェクトにいていろんなことをやらせてもらったけど、歌、はい、お芝居とか、まあ、それこそ撮影とかもいろいろやってきたけど、なんかまだまだできることいっぱいあるなと思ったし、なんかもっと、まあ、30代まで、まあ、あと5年あるので、はい、5年のうちになんかまだこんなことできるんだとか、そういうの発見しながらなんかいろんなことしたいなと思ってて、そうですよね。ヒカルとかニヘとかもさ、やっぱこの業界に入ってまだ2年とかじゃん、はい、ちょっとじゃん、はい、だからきっとなんかもっと欲が出てくるじゃん。そうですね、なんかいろいろ私も本当にやってみたいことまだたくさんあって、なんか最近はここで題にして言わせていただきたいのは演技やりたいです私。ずっと言ってたの。演技みたいな。そう、演技したいってずっと言ってて、ヒステリックな役とかやってないんですよね。でもできると思う。ちょっとできそうできそう。お願いします。いいよね。いいですね、舞台。私も参加させてください。でもさ、なんか雰囲気とかはさ、合ってると思うね。そうですか。できそう。やってみたいんですよね。なんか多分絶対表現の幅とかも広がるじゃないですか。なんかそういうのすごいやってみたいなと思ってます、いいじゃん。いいと思う。見たい舞台とかなりますね、ぜひよろしくお願いします。応援してもらってね。はい、ということでハロードラではこんな感じで、皆さんからの質問や私たちに聞いてほしいことなどなどいろいろお待ちしています。ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレス夏焼きみやびとピンククレス小林ひかると椿ファクトリーの尾形梨沙がお送りしています。ここからは火曜日限定コーナー、本日はランキングでドン。このコーナーは毎回一つのテーマをもとにそれぞれがランキングをつけていきます。さて今週のお題は、はい、ではまずリスナーさんから来ているメッセージを紹介したいと思います、はい、ラジオネームジョビジョバジョバンヌのジョバンジョビジョバジョバンヌのジョバンさんからです。みやちゃん、にへちゃん、まるちゃん、こんばんは。こんばんは。みへちゃん、みやちゃん、こばちゃん、まるちゃん、こんばんは。こんばんは。僕がランキングでドンでみんなに発表してもらいたいのはズバリ私の自慢ベスト3です。自慢話ってなかなか自分からしづらいですよね、これを機会に私ってこんな才能あるんだぞ、こんなに運がいいんだぞ、こんなお宝持ってるんだぞと自慢しまくってみてください。みさまる、道重さゆみ先輩ばりに私ってこんなに可愛いんだよって自慢してもいいんですよ。そんな自慢はしません。なんだろう、自慢ってことで、自慢ベスト3を発表していきたいと思うんですけども、はい、決まりましたかね。はい、はいはい、ではまずヒカルからいきましょう、はい。第3位、直感でこの人と仲良くなりたいとかなれそうって思った人とは仲良くなれる。おお、いいねっていう、なんか結構直感を信じてて自分の、この人いい人そうだなとか、合いそうだなって思った人にはなんかこう自分から言っても結局仲良くなれる、本当に仲良くなれたっていう人が多くて、そういうのって結構大事かなって思って自慢しました。そして、そして第2位、手の指の第一関節が曲げられることです。できないそれ、たまに。できてるっぽあれできてるっぽかった。ヒカル、あれ、これ私小学校の時結構できない。でも全部の指できないかも。でも私も親指以外はできますっていうシュールな。あ、本当だ、できてるヒカル。でも意外と難しいわ、結構これ難しいんですよ。私難しい。イエーイ、本当だ。ごめんなさい、ラジオで伝わりにくいことしちゃった。ラジオはツイッターでアップしましょう。見てもらおう、後で写真撮りましょうね、はい。そして、はい、第1位はですね、私結構階段から落ちたりとか、なんか落ちること結構多いんですけど、そういう時にあの無傷っていう。自慢じゃん。すごい。結構長い階段とかから落ちたことあるんですけど、無傷だったりとか、あと一番すごいなって思ったのは、あの体育館の倉庫の、あの結構なんていうの、マットとかが積み重なってる上の方、わかります？え、何、わかんない。マットとか積み重なってる上の方、マットを積み重ねてて、そこの上にまたマットを乗っけなきゃいけなくて、そこに乗っかってたんですよ。で、そしたら落ちたんですね。やばいと思ったら、その下にあのバスケットボールがこう入れてある鉄の箱、わかります？あの引けるやつ、あれがあって、あそこにスポッてお尻から綺麗にはまったんですよ。やばい。それで無傷だったから、面白い。本当
すごいなと思って。えでもスポッてはまった瞬間膝の裏とか痛くなかった？めっちゃ痛かったんですけど、でも頭から行ってたら多分結構危なかったんで。そうだよね、だからすごいな私。すごいそれはいいね、自慢だわ。強運です、本当1位です。でも確かに光がなんか怪我したみたいなの聞かないかもね。あんまないですね。指切っちゃったとか、うん、捻挫したとか、うんうん、すごいな。すごいね、うん、あざとかもあんまないもんね。なんかあんまそうですね、ないかもしれないですね、うん、ない、うん、すごいね。そんな感じです。へー、羨ましい。それはミヤめっちゃ怪我する人だから。私もすぐ傷跡が、ね、できちゃうタイプ、消えないタイプで。ミヤも、うん、そうそうそう羨ましい、羨ましい、自慢になりました、なりましたね、はい、では続いてまるちゃんいきましょう、はい、でいきます。まず3位はですね、はい、まあ、小学生の頃の自慢なんですけど、はい、あのお店のここからここまでっていう買い物をしたことがあります。すごい、マジで。でもそれ全部ペンなんですけど、うん、でもカラーペンのここからここまでっていうのを、あでもすごい、結構 3,4 回やったことあります。なんか揃えるのが大好きで、昔なんかこう全種類揃えなきゃ気が済まない人だったんですよ、うんうん、なんか1日でここからここまでペン、カラーペン、ここからここまでの鉛筆って言って何十本も買い集めてた頃があって、かっこいい。でいいね、学校の中で自慢しまくってました、今も自慢です結構それは。お母さんのお金でね。昔だから、うん、そうですね、小学生ですもんね、うん、今は自分のお金で買ってます。偉、はい、いです。続いて、はい、第2位はですね、はい、昔モーニング娘さんのコンサートに行った時に買ったパンフレットについてたんですけど、うん、辻のぞみさんの衣装の切れ端を持ってます。あーでもあるね、あったんですよ、そういうのね、パンフレットにあの衣装の切れ端がついてて、へっていうあのやつがあったんですよ、商品がね。そうなんです。あでなんか最近もよく見て、あこれ辻さんが着てた衣装だなと思って。へえ、その布は私しか持ってないじゃないですか、うん、そうですよね、めっちゃ自慢だなって思います。へえ、でもそういうのあったあった、ありました。ベリーズのなんかイベントで使った衣装のを使った何かグッズ、何だったっけ、キーホルダーみたいなのとかかな。最近もシュシュとか作ってたりしますよね、だからさ売ってたり、怖いなと思って、知らない間に作られてるからさ、ママあの衣装ないんだねみたいな、あそうですよね、あれそうですよね、全部切られちゃってると思ったら、全部切られちゃってるから、だからみんなこの腕の部分とか、あなるほど、そうなんですね、えー、でも嬉しいですよね、ファンの人は。嬉しい、でも背中とかの部分かわいそうだなって思うもん。汗かいてる、汗かいてるからそれも多分宝物なんですよ。すごいよね、本当に。なるほどね、辻さんの衣装、はいはい、では1位いきたいと思います。はい、1位は椿ファクトリー内の学力テスト1位です。おお、それはいいことだ。これは自慢だ。本当にあの学校みたいに国語、数学、理科、社会、英語、5教科全員でテストをやったことがあるんですけど、なんと1位を。すごい、おめでとうございます。って言っても結構みんななんか底辺の争いみたいな感じだったんですけど、えでもいいじゃん。でも1位には変わりないので、変わりないよ、私が一番頭いいです。それは自慢。すごい、素晴らしい、素晴らしい。では最後ミヤですね、はいはい、まず第3位、ちょっと光に似てたんだけど、はい、友達が、うん、友達ができやすい、うんうん、これはなんかあの話しやすい人に見られやすいんだよね、うんうんうん、意外と最近、昔はなんか結構怖いとか、うんうん、きつそうみたいなイメージが強かったんだけど、割と最近はなんか話しやすい雰囲気があるみたいで、うん、話しかけてもらえて、うん、友達にすぐなれるみたいなことが多くて、それはすごいなんか自慢だなと思いますね。うん、うん、そして第2位は25歳にしては肌が綺麗だと思う。いや綺麗ですよ。めっちゃ綺麗。それはもう。でなんかこれは普通に友達とかと会うと、あなんか自分って若いんだなって思う瞬間がいっぱいあって、それこそなんか肌感とかも、あなんか全然違うねみたいな。いやすごい綺麗ですよね。見ると綺麗。ちょっと老けたみたいな友達は。ミヤはなんか、え逆にミヤビはなんかそれ老けなさすぎだよみたいな。あ
って感じでこう話したりするから、あ、なんかよっしゃって思ってでも25歳にしてはまだ大丈夫なのかなみたいな。綺麗ですよね。だってメイクさんもあのみやちゃんのお肌きめ細やかすぎてめっちゃ綺麗だよねっていう話してて、へえ、やっぱすごいよなと思って。本当にシミとかもあるんだけど、なんか点々点とか、はい、でもなんか昔なかったのはちょっとずつ出てきてるけど、うん、の割に綺麗っていう、うんうん、綺麗ですって思って、うんうん、それは頑張ろうと思って、はい、そして1位は見た目とのギャップが多いこと。あ、これはなんかなんていうのか、見た目やっぱ派手だから、うん、料理できなそうとか、うん、なんか喋り方雑そうとか、あ、言葉遣い悪そうとか、あ、なんかあるじゃん、そういうみんなが思うイメージって、うん、はい、なんかそれをひっくり返せるみたいで、うん、だからなんか、え、意外みたいな風に言われることがすごく多くて、うん、なんかそれはすごい嬉しいなって思ってること、うん、ギャップたくさんですよね。意外とある、結構すごいと思う、意外とあるかも、うん、え、そんなネイルしながらも、え、料理するんだみたいな、うん、それこそ3位のあれとも一緒ですけど、うん、なんか見た目ちょっと近寄りがたいって言っちゃあれですけど、うん、ちょっと緊張するなって感じあるんですけど、うん、なんかこうやって話してるとめっちゃ優しくて、いやなんか言わせたみたいですね、こうやって思いますね。いや全然そんなことないです。そう、でもなんか嬉しい、嬉しいって自分が思うことがやっぱ自慢になったかな、うんうん、そうですね、結構ね、うん、でもなんか2人結構もうどうしようどうしようって言ってたよね。結構悩みましたね。難しかったですね、うん、なんか自慢って結構難しくないですか、普段だって。でもほら愛犬が誰のとこよりも可愛いとか、あ確かに、あ確かに、探せばいろいろありますね、うん、愛犬の歌を作るのが得意です。どういうこと？それ光る。それは聞きたいよ。それは私たち聞きたいよ。聞きたい、うん、愛犬の名前ココって言うんですね。ココちゃん、よく私が歌ってるのは、うんうん、ココちゃんココちゃんお花が長いのねっていう替え歌ですね。歌を作るっていうか、聞いたことあったから、それは替え歌ですね。作曲じゃないですね。替え歌でしたね。そういうやつを作ってますよ。なるほどね。パクってます。パクってる。パクってる。替え歌、替え歌。替え歌します。うん、そういうのをじゃあヒカルはあの自分のインスタのねストーリーとかでアップしてさ、日々上げてってよ。あ、わかりました。じゃあミヤちゃんの歌も作りますね。え、作って。じゃあミヤとマルちゃんの歌作って。わかりました。そうそうそう。アップしますか。待ってます。よろしく。はい。ということで今回は私の自慢ベスト3を発表しました。はい、ということで皆さんも私たちに聞いてみたいランキングがあればじゃんじゃん送ってください。以上ランキングでドンでした。このコーナーでは毎回東海地区をはじめ全国全世界のドライ場所やドライメモの情報を大募集。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。はい、では早速紹介お願いします。はい、ラジオネーム子犬のペロはメロン味さんからです。はい、火曜メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。今回は可愛いものが大好きな皆さんにとってもおすすめのアイスを紹介します。はい、名古屋大須にある風和キャンディーストアというロールアイス専門店が出した、その名もアイスクリームタコス、タコス、これはロールアイスをカラフルな自家製の生地に挟んだアイスで見た目がとっても可愛いんです。アメリカではすでに流行っているらしいのですが、日本で食べられるのはまだ名古屋だけだそうなので、名古屋に来た時はぜひぜひ試してみてください。なるほどね。そのことなんですけれども、名前かわいいもんね。アイスクリームタコスってでも想像つかないです、うん、そっか、まだ名古屋だけなんだね。あ、でも原宿とかにそろそろ来んじゃないの。めっちゃそうですよ、ね、インスタ映えしそうな。あー、タコスだ。本当にタコス。見た目カラフルな、ね、めっちゃカラフルです。え、かわいい。これは映えるもんね、これはね。確かに。あ、お店の店内もすごく可愛いですね、うん、ピンクとか紫とかも本当確かに女子が好きそうなカラーでね。あ、これは映えですね。うん、好きそう女の子がもう。1つ600円。あら、あ、意外とするよね。でも結構ボリューミーだそうです、うん、あ、そうなんだ。なんか確かにお腹いっぱいになりそう。はい、ということで、でもなんかさ、うん、これさちょっとさ調べてたらさ気になるとこが今あったんだけどさ、これあのちょっとなんか私の携帯がおかしいのか分かんないですけど、閉業って書いてあるんですよね。あれ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 、これちょっと赤字で今ねなんか閉業って出てて、あれなんかもしかしたらこれは多分、うん、あれまさか閉められてしまったか、あの店舗移動したか、
だと思うんだけど、うん、まあ、住所変更とかあればね、そこに多分貼り付けるはずなんですけど ね、 まあ、詳しいことはちょっとわからないのでちょっとあのもう一回調べて、うん、なんかちょっと調べてもらってね、再調査よろしくお願いします。お願いします、はい、さあさあ、これはポイントをつけるんですけども、はい、まあ、そうですね、社員としてはあのやっぱここちゃんと調べておいてもらいたかったかなみたいな、ね、うん、ね、思いますけどね、うん、まあ、まあ、物としては商品としてはすごく可愛いし、うん、はい、まあ、インスタグラムやってる私たちからしたら、うん、すごくねいい情報だったので ね、 そうですね、可愛らしい、これポイント悩むとこですね。そうですね、でも頑張って送ってきてくれてますからね、うん、一回その頑張りはやっぱり評価送ってきてそこまでしてでからの、からの営業してるよっていうところちょっとマイナス、営業マイナス結構響きますよね、ポイントに。結構そうですね、うん、もしかしたら前半戦聞いてた人があ行こうって思ってたかもしれない し、 ない、うん、ってことを考えますと、はい、4? お結構上、結構優しいみんな、もっとしたかと思った、マイナスとかマイナスあ、もっとマイナスと思った、あ、ちょっと優しいと出ちゃったな、優しい、やっぱギャップ、うん、ギャップ、ギャップ出ちゃうんだよね、燃えちゃいました今ごめん、ちょっと3句とかにしとこうかはい、いいんですよ、もう4で4にしましょう、はい、はい、では、恋の恋のペロはメロン味さん、4ポイント獲得です、おめでとうございます。こんな感じで皆さんからの全国世界のドライネタをお待ちしています。宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。以上、こちらハロドラ東海探偵社ザワールドでした。さて、ここでは再びリスナーさんからのふつおたパート2を紹介していきます。ラジオネームカレー100人前さんからです。火曜ハロドラの皆さん、こんばんは。こんばんは。6月16日ピンククレスのアルバム発売記念イベントに行きました。ありがとうございます。ミニライブでは夏焼さんがスカートの裾を踏んでこけちゃうハプニングが照れながらもすぐに立て直して歌う姿、キュン死するかと思いました。 お茶目と美を合わせ持つ夏焼さん、素敵です、好きです。往復2時間かけて行った甲斐があった。そして一般販売に先駆けてゲットしたアルバムたくさん聴いてツアーに行きます、超楽しみ。おお、ありがとうございます。キュンシ、キュンシ、往復2時間かけてきてくれたのにこけたことは申し訳ないですねびっくりしてる。でもここでキュンシしてるわけだから、全然よかった。なるほどでも、いや、でもあの越谷レイクタウンでね、はい、イベントをやらせてもらった時に、はい、1回2回って公演があったんだけど、はい、1回目2回目ってで1回目は何もなくて、ハプニングは、うん、特にで2回目に、あ、その衣装のこう腰の部分にあったリボンのベルトみたいなのがあって、はい、うん、それがちょっと緩んじゃってて、うん、でそのままやっちゃったみたいだからこけちゃったんですけど、うん、もうなんか久々にっていうかめったになくてこけることが、ね、あんまりないです、ね、だからうわめっちゃ恥ずかしかったと思ってでそれもなんかみんななんか大丈夫とかやっぱ言ってくるじゃん、ね、全然大丈夫なんだけど、すごいなんかみんなが心配してくれて申し訳なかったなと思ってなんか私その時反対側向いて歌ってて、うん、で、うんうん、パッて見たらみやちゃんが視界が消えててあれしゃがみ込んじゃった感じでじゃあお客さんがみんななんかみたいな驚いた顔してるからえ、なんだろうと思ったらみやちゃんがいないみたいな。そうなのよ、こけちゃったんだよね。でも無傷でよかったです。そう、なんもなかった。無傷だった。そう、立ち上がった時が一番恥ずかしくないですか、こけた時って一番恥ずかしい。こけた時はもう焦ってるからやばいやばいって思うんですけど、うんうん、立ち上がったからの普通に歌う時がめっちゃ恥ずかしい。 それが2回ぐらい続いちゃってうーんわーみたいな、こけそうになったのが 2,3 回続いちゃってヒヤヒヤだったそうそうそう、ありましたね、うん、でも嬉しいね、イベント来てくれてね、うん、嬉しいですね。2時間もかけて来てくれたんだよ。すごい大変だよね。ありがとうございます。ありがたい、まあ、このイベントはねまだまだ続いてるよね、うん、はい、はい、まだまだ続いておりますし、うん、ちょっと最後にちょっといろいろとお知らせしますので、はい、またぜひイベントに来てほしいなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、皆さんからどんな内容でも OK なのでメッセージをお待ちしています。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回の放送はどうでしたか。はい、今日は、うん、自慢をしましたけど、自慢したね、はいはい、なんか面白いですね、自慢って。自慢って面白かった。なんかでも世界中の人の自慢聞いてみたいです、一個ずつ。
いろいろあるんだろうね、本当に、うん、まあ、リスナーさんとかのね自慢とかも聞きたいけどね、ぜひ送ってきてください。本当に聞きたいです、うん、ぜひ送ってください、はい、さて、先週の22日金曜日で締め切らせていただいたハロドラリスナー感謝ウィークへの応募ですが、皆さんたくさんのハロドラへの思いを込めたメッセージありがとうございました。ありがとうございました。じっくりみんなで吟味させていただきますので、プレゼントの当選者の発表はしばらくお待ちください。さて、この番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています。ハッシュタグハロドラをつけてツイートもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。そしてハロドライブの番組ホームページもチェックしてください。メディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。ではここでお知らせをしましょうか。はい、はい、椿ファクトリーはですね、7月18日に4枚目のシングル「デートの日は2度くらいシャワーして出かけたい純情センチメートル今夜だけ浮かれたかった」が発売になります、うん、でこの発売に向けてですね、今全国各地でリリースイベントを行っておりますので、ぜひぜひホームページなどチェックしていただいて、お近くにいた際には遊びに来ていただけると嬉しいなと思います、うん、そして発売週のですね7月16日から7月20日まではですね、毎日どこかでイベントをやっていますので、そちらの方もぜひぜひチェックよろしくお願いします、はい、そして7月14日よりハロープロジェクトのコンサートがスタートいたします、うん、7月21日22日の2日間はですね、愛知県にある日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて行います。そちらもぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、そしてピンククレスからのお知らせです、はい、ピンククレスは6月の27日にセカンドアルバムエトセトラを発売します、はい、そしてこちらのリリースイベントがですね行われていまして、明日6月27日19時半からサワーレコード渋谷の4階のイベントスペースで行います。ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、発売当日ですからね、はい、ぜひたくさんの人に会いたいです、はい、そしてピンククレス初のツアーも決定しておりまして、7月の28日土曜日西川口ハーツを皮切りに全6カ所回らせていただきます。ぜひ名古屋にも行きますので、うん、ぜひ遊びに来てください。詳しくは公式のホームページをご覧ください。そして最後に、私の千秋雅の個人的なお知らせになりますが、チアークローゼットというサイトでですね、はい、バイヤーデビューをしました、はい、で自分で韓国まで行って買い付けした洋服をですね、7月3日から、そのショップがオープンということで、ネット販売になるので皆さんぜひ電車の移動中とか、うん、お仕事の休憩時間とか見て、こう私がセレクトしてきた洋服を見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします、はい、さて明日水曜日は中島さきちゃん、モーニング娘。18から野中美希ちゃん、羽賀あかねちゃんの3人でお送りします。明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ火曜日はここまでです。ピンククレス夏焼きみやびと、ピンククレスの小林ひかると、椿ファクトリー尾形梨沙の3人でお送りしました。それでは最後はまるちゃんの一言。私のもう一つの自慢は手首がめちゃくちゃ細いことです。せーの、また来週。めちゃくちゃではないな。つぼってしまった。